公文書館は歴史的な資料としての公文書を保管し公開する機関、施設である。文書館とも言う。観光された図書を収集する図書館、非文書資料を収集する博物館とは区別される。図書館における司書、博物館における学芸員と同様に公文書館には資料の収集、整理、研究の専門職として アーキビストが置かれるが、日本では、司書や、学芸員と異なり、資格の法制化はなされておらず、世間的な認知も低い。フランス国立中央文書館フランス革命後に、設置されたフランス国立中央文書館が、近代的な公文書館の始まりと言われる。ヨーロッパでは、各都市に公文書館が置かれ、歴史的な文書を管理している。なお、 文書保管の歴史そのものはこれよりさらに古く、中国では北宋の頃に国史院がすでに存在していた。アメリカ合衆国には1934年にヨーロッパに習って設立されたアメリカ国立公文書記録管理局があり、大量の資料が保存されている。また、歴代大統領の公文書は大統領図書館で管理されている。中華民国には 国史院を前身に1912年に設立された国史館がある。歴史アメリカにおける公文書館の歴史は18世紀より始まる古いものであり、18世紀後半には連邦議会にて公文書の保存場所に関する問題が討論されており、はっきりと 公文書保存の必要性が認識されるようになったのは1774年の第一議会においてであったとみられている。その後、1810年に国立公文書館法が制定された。この法律は、1801年の陸軍省及び財務省が火災にあったことを契機に制定され、防火設備を備え持つ。 公文書保存書の設置を目的とするものだった。それから、1934年制定の国立公文書館設置法によって、独立国家機関の国立公文書館が設置された。国立公文書館設置法は1950年までに4回改正された。1939年には、公文書の処分などを制度化するために、記録処分法が制定された。 1949年には、効率化のため、連邦財産及び、行政業務法の制定と共通役無庁の設置が、された。翌年の1950年に、国立公文書館設置法、連邦財産及び、行政業務法の2項は、連邦記録法へ改正される。現行体制大統領以外の記録の処理については、連邦記録法で定められている。 この法律は、アメリカ国立公文書記録管理局設立の根拠法となり、アメリカ国立公文書記録管理局に関する多くを規定している。記録の処分では、記録を連邦法に基づき、あるいは公的業務の遂行に関連して、連邦機関により作成、受領されたもので、組織、権能、政策、決定、手続き、運営、 その他政府の活動の証拠として、あるいはその記録を持つ、情報的価値ゆえに、当該機関あるいはその後継機関によって保存された、あるいは保存するのにふさわしい、あらゆる図書、文書、地図、写真、機械化読資料、その他資料。44US コード3301、デフィニションオブレコーズより一部和訳は訳は、高橋茂へ通る、2007。 P133 によると規定しており、幅広い媒体を記録として扱っている。これら記録は、情報自由法によって一部非公開記録を除き、閲覧が保障されている。歴史中世から、公文書を、ロンドン島や、蔵島の施設へ収める習慣が存在したが、公文書を確実に保存、利用するために存在する、現代的な管理体制ではなく、 現代的な制度は1838年公記録官法に橋を発する。この法律は記録長官に公文書保存の監督権限を集約させるものであったが、制定当時の同法は中世の司法記録を主な保存対象としており、行政記録をも管理するようになったのは1852年からだった。 その後、1877年公記録官法による記録長官への記録の処分権限が付与、1898年公記録官法による記録廃棄年数の変更を経て、2000年現在の現行法である1958年公記録法が成立する。1958年後記録法で記録長官にあった権限が大法官へ移譲され、 実務的な権限が、高記録官長や高記録諮問委員会にも、与えられた。現行体制1958年公記録法は、イングランド、ウェールズ、北アイルランドの公記録官を対象としており、スコットランドでは1958年公記録法の、代わりに、1809年公記録法ワクト1809、1937年公。 記録法アクト1937などが現行法となっているが、スコットランド法はイングランドのそれと変わらない。1958年高記録法では、高記録を成分記録のみならずいかなる他の手段をもってすれかを問わず、情報をもたらす記録。パブリックレコーズアクト1958-10インタープリテーションの和訳和訳は、高橋茂へ通る2007 P149 によると定義し、不足にてどこの機関が作成した記録が、同法の公記録に該当するのかを定めている。よって、地方自治体の公記録は1958年公記録法による、公記録の対象ではなく、1962年地方政府法や1972年地方政府法が、これを対象とする。 1958年公記録法の対象下にある記録は同法によりイギリス国民による閲覧が保障されておりその具体的方法については2000年情報自由法によって定められている内閣文庫などで公文書は保管していたが公文書館の必要性が認識されるようになったのは昭和30年代以降であり山口県文書館が 日本最初の公文書館として1959年に開館した。国においては国立公文書館が1971年に開館している。公文書館は重要な法令の原本をはじめ歴史的な文書を保管している。国立公文書館には明治時代以降の法令に関する資料や管理の任免、内閣の閣議決定などの資料がある。 また、幕府から引き継いだ文書もあり、将軍の手文庫に所蔵されていた貴重な鑑石や、昌平科学問書で用いられていた教科書などがある。これらの資料は、過去の政策決定過程を検証し、歴史認識を深めるために活用することが望まれる。とは言っても、アメリカの公文書記録管理局のように閣僚の指示メモに至るまでが、 収集整理されているレベルとはほど遠く、将来の政策決定に資することができるように過去の政策決定過程を詳細に分析するには、現状は力不足の面が否めない。山口県をはじめ、多くの都道府県と一部の区市町でも公文書館を設置している。自治体によっては、文書館、資料館、歴史館などという故障が使われる場合もある。また県市や、 死死などは多くの自治体で編纂されているが、観光が終わると編纂室などは廃止され、収集された資料も散逸してしまう事例もある。本来は歴史資料館や公文書館などで保管し、活用されるべきとされている。近年は頻繁に市町村合併が行われていることから、公文書の遺憾や管理予算について意見の一致を得ず、合併前にあった。 公文書室の存続が危うくなることもある。保存する場合でも公文書館が整備されていない自治体が多い現状では図書館の司書や博物館の学芸員が公文書の整理、保存業務を担わざるを得ないのが現状である。文書資料の整理保存には学芸員の専門性とは異なる専門性や資質が要求されるし、 同様に、文書資料を扱うといっても、司書のように観光、冊子化され、定型性の高い資料を扱うことに慣れた者には、否定型的な雑多な文書資料の扱いは手に余ることが多く、業務上後回しにされ、文字通り、お蔵入りの扱いを受けていることも稀ではない。日本においてもアーキビスト職の確立が、必要、という主張もある。47都道府県で、 公文書館が設置されているのは2020年高知県に設置されたことにより40都道府県である。岩手県、石川県、山梨県、愛媛県、長崎県、熊本県、鹿児島県では設置されていない。これらの県では保有する公文書を県庁舎の書庫などに保管している。現行体制公文書館法による公文書館、国立公文書館法による 国立公文書館がある。国の担当部局はどちらも内閣府大臣官房である。公文書館は指定管理者を含む国、地方公共団体が、国立公文書館は独立行政法人が、その管理者である。公文書館法は1977年にできた。同法第4条において公文書館は歴史資料として、 重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設と定義されている。2011年より公文書管理法が施行されことにより、歴史的な価値を持つ公文書を公文書館に移管することが義務付けられた。専門職員については公文書館法4条2項において公文書館には、 館長、歴史資料として、重要な公文書等についての調査研究を行う、専門職員その他必要な職員を置くものとする、と規定されているが、そのための資格などについては言及されていない。認定期間や最低学歴についての規定もない。4年生大学の専攻や、大学院に養成過程がある。ありがとうございます。